ライオンズの先発はルーキーの野上でした。3回の表ツーアウトランナー二塁一塁で3番カブレラ。センターバックスクリーンの右へ第13号のスリーランホームラン。ラファローズの先発は小松でした。3回の裏ライオンズはツーアウトランナー三塁で3番の中島。レフトスタンドへ第19号のツーランホームラン。すぐに2点を返して3対2とします。4回に4点差と突き放されたライオンズはその裏先頭の GG 佐藤第20号のソロホームランで6対3。片岡の犠牲フライでもう1点を返すと2点を追いかける5回、先頭バッターの中村はレフトスタンドへのホームラン。8対6で迎えた7回の裏、ライオンズはノーアウトランナー1塁から GG 佐藤が左中間を破ります。1塁ランナーの石井義人がホームイン。再び1点差、原が送ってワンアウト3塁として8番の後藤。サードフェルナンデスを強襲するタイムリーヒットで8対8。ライオンズ8回の裏ツーアウトから3番中島、ライトポール際に飛び込む第20号のソロホームランでライオンズが1点を勝ち越し、4番中村第39号、ライオンズが10対8で勝ちました。